フリードリヒ・エッケルン、フリードリヒ・アウグスト・エッケルン、フリードリヒ・オーガスト・ジェケルン、1895年2月2日から1946年2月3日は、ナチス・ドイツの親衛隊、SS の将軍。最終階級は、親衛隊大将、警察大将及び武装親衛隊大将。第二次世界大戦中に、ドイツ軍占領下ロシアの親衛隊及び警察。 指導者を務め、アインザッツグルッペンの殺人活動を監督していた人物。ドイツ帝国バーデン大公国のに工場所有者の息子として生まれた。ホルンベルクの小学校を出た後、1913年に上級実家学校を卒業するとともに、K 典の工業専門学校に入学。1913年10月1日にドイツ陸軍に入隊。 第76野戦砲兵連隊に勤務した。第1次世界大戦勃発後は、西部戦線で戦う、1915年3月より、第40系不評連隊に転属し、連隊副官を務めた。1916年から1917年の間、パイロットとしての研修を受け、1917年1月から1918年に、かけて、第5飛行補充隊に属した。 軍での最終階級は予備役将位であり、また二級鉄十字賞と戦勝賞黒賞を受賞した。1918年5月13日に父親がユダヤ人のシャルロッテ・ヒルシュと結婚。1919年1月にドイツ義勇軍、グレンズ・シューツ・オスティに参加したが、1月20日に軍より退役した。その後義理の父親の下でとで1925年まで。 不動産管理者として働くが、その後1925年から1929年にかけてブラウンシュバイクでフリーの技術者として働いた。また1927年に最初の妻と離婚し、1928年7月4日にアンネ・マリー・ビエンスと再婚している。1922年からの団員となり、1924年まで所属した。 1929年10月1日に国家社会主義ドイツ労働者党、ナチス党に入党、党員番号163,348し、1930年より、ナチ党の大関係演説者となった。1930年3月15日に、新衛隊、SS に入隊、隊員番号4,367した。 1931年3月31日より、第十二親衛隊連隊第一大隊の大隊長となり、6月22日から同連隊の連隊長となる。1931年9月25日から1933年2月6日にかけて、第四親衛隊地区、ブラウンシュバイク地域司令官となる。1932年7月31日から、 戦局16、南派のオファーイコール、ブラウンシュバイク地区選出の国会議員となった。またイエケルンは、ブラウンシュバイク市内で、市長である、ドイツ社会民主党員の宅爆破を含む、政治的爆破に関与している。1933年2月6日から7月15日に、かけては、新鋭大集団、南方の司令官を務め、6月20日より、 ブラウンシュバイク州警察長官に任せられた。また新鋭隊員が共産主義者に殺害された報復として7月4日に、反アチ派の共産主義者及び社会主義者11名の殺害を命じている。1933年8月10日から新鋭隊、集団、北西の司令官となる。また10月1日より、ブラウンシュバイクの防護警察指揮官となり、 1934年4月からは、ブラウンシェバイク州の政治警察も指揮した。1938年6月28日から、中央新英隊及び警察高級指導者に就任。1940年3月13日から、ブラウンシュバイク州評議員の一人となる。この後、第二次世界大戦の西部戦線に1940年5月から6月まで、 独ロ師団の第二不評連隊第一大隊の司令官として従軍している。1940年7月9日から新衛隊、上級地区、西司令官と新衛隊及び警察高級シルベ社、西に就任した。1941年5月1日より、新衛隊全国指導者幕僚に配属される。6月29日からロシアに転属となり、ウクライナを管轄する。 南ロシア親衛隊及び警察高級指導者に任命された。同年9月29日から30日にかけて、キエフで行われた、バビアールの大虐殺事件は、イェッケルンらによって計画され、実行に移された。1941年11月1日から、ドイツの敗戦まで、オストラント及び北ロシア親衛隊及び警察高級指導者を務めた。イェッケルンは、 彼の支配地区で行われたアインザッツグルペンのユダヤ人やパルザンの殺人活動を監督していた。彼の支配地域で行われた組織的な大量殺人はイェッケルン方式と呼ばれた。1941年11月30日から12月8日にかけてルムブラムリで起こったユダヤ人虐殺でイェッケルン方式が使われた。そのやり方とは、まず SD が リガゲットーの住民を連行させ、500人から1000人ずつ、列に並べさせて10キロほど南の処刑場へ歩かせ、処刑場では犠牲者を裸にさせて所持品や衣服の略奪を行い、死体の穴の方へ顔を向けさせて後ろから銃殺。死体は自然に穴の中に落ちる。死体の山になった穴は埋める。といったやり方である。この殺人方法は、イワシの箱とも呼ばれた。 ルブラム虐殺ではこの方法で2万5千人もの人々が殺害された。1942年8月22日から9月21日にかけて、イェッケルンの式で行われたユダヤパルチザン総統選では49カ所のパルチザン拠点を破壊、パルチザン389名、民間人1274名を射殺し、 ユダヤ人8350名とその他民間人1217名を借り集めて強制収容所に送り込んでいる。1944年9月22日より、ベルギー及び北フランス新英隊及び警察高級指導者に転じる。1945年1月18日から、新英隊及び警察高級指導者、オーバーシュレジエンに就任。 2月15日から4月28日にかけて、第 5SSDU 山岳軍団の軍団長となる。1945年4月28日に、ハルベイで、ソ連赤軍に逮捕された。1946年1月26日から2月3日にかけて、ラトビアのリガで、ジークフリートルフ中将、アルブレヒト・ディゲオン・フォン・モンテトン中将、ボルフガング・フォン・リトフルト中将、 フリードリヒベルター少将、ブロニスワフ・パーベル少将、ハンス・キュッパー少将等と共に、ソ連の軍事法廷にかけられた。2月3日に死刑判決が下り、即日公主刑に処された。信仰はプロテスタントだったが、新衛隊の方針に従って1929年に教会を離れた。イェッケルンは、生涯に二度、結婚をしている。 1918年5月13日に、父親が、ユダヤ人のシャルロッテ・ヒルシュと結婚し3人の子供を、設けているが、1927年12月15日に、離婚している。1928年7月4日に、アンネ・マリー・ビエンスと再婚し5人の子供を設けている。出展。出展。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。